新潟県柏崎市、女谷女谷は、新潟県柏崎市の大技。高原殿、上野、下野、宮原、駒野間の集落があるウの上流地の山間地に、一致している。1868年の軍、中高係数取り調べ打つ市長では、焼かず100であったと記述されている。1964年国勢調査の際の人口は、 上野51世帯247名、下野28世帯148名、宮原57世帯234名、久野間33世帯160名の計202世帯789名だったが、2021年は計28世帯42名となっている。女谷という地名の由来は、一見平地のように見えるものの、四方が、米山や、 黒姫山などに囲まれていて、東の低地から川水が流れており、谷もあり、盆地でも窪地もある地形で、女性器に似ていることから由来している。沢や窪が濡れた女性器を表現していて、その類の表現として、八つや湿地にも使われる。気候は、降水量が秋冬に集中し、積雪量が多い気候である。柏崎市内でも群を抜いた。 積雪量で、1966年12月25日の積雪記録では、降り出した雪が26日までに1日中降り続き、他地域と比べると、そち57センチメートル、小国80センチメートル、広田65センチメートル、柏崎50センチメートル、高柳95センチメートル、和田50センチメートルと大差をつけ、その冬、 最高積雪の150センチメートルを記録した。よって陶器は農作物を作ることはできず、果樹栽培の導入困難であったり、落農を減退させるなど、農業振興に気候が影響を及ぼしていると言える。黒姫神社聖徳大子石碑通士女屋地区には宮原遺跡があり、縄文時代中期からは人が住んでいたことがわかる。他にも地区内には、 上野山遺跡や高原田遺跡などがあることから、黒姫山などの山の周辺にある丘陵に、多くの縦穴式住居ができ集落が形成され、縄文時代後期には、宇川やその支流の水辺を生活拠点としていた。弥生時代に入ると、集落近辺の低湿地で、水道工作が行われていた600年代末には、古市の国が、越前、越中、越後の三つに分割され、 女谷を含む宇川地域は越中に属していた。702年に宇川が含まれている越中国の三島軍は越後国に編入する。また、三島軍の中でも宇川流域を三島号と呼ぶようになる。女谷村名称の起源女谷は遠方の頃までは元や村と称していたが、遠方期間の1673年から1681年の間に、 女谷村に解消されたとの伝承がある。略演技によると、道京という奈良時代の僧侶が美女屈を訪ねると、陰女が集い、舞い、歌っていたがその正体は、古無事なであった。それを知った道京が、不動空いましめをすると、陰女たちは、倒れて死んだ。これが、女谷に解消した由来とされている。また、現在は、大技女谷の中の地区としてある。 久野カは久野カ村としてあったが、どこかの年代で合併された。羽川村誕生もともと、現在の小技の集落がありその小さな集落単位で、生活をしていたが、江戸時代に大技単位の村になり、明治時代にはその大技単位の村が合併して羽川村になった。時系列順では、最初から大技の村だったのが、市の新田村と、 清水谷村出た集落は小技であった。その後、障子の集落が合併し女谷村と折井村が誕生。そして、市の新田村と清水谷村、谷川新田村が女谷村に吸収され、最終的に女、谷村、折井村が合併し、宇川村となった。あやこ毎回館宇川小学校年表当時は、希望者のみが入学。小学校ができるまでは、 教育は少なく学問を志す人は、学識者に弟子入りするか、村の中で知識のある人から、読み書きやソロ版を習う程度だった。また、当時の大区長は、岡野町の村山東兵士だったため、学校の書籍や、用具などの必要なものは、鳴取城峠を越え、岡野町で大区長の受領を受け、それを、各付属校に分配していた。校舎改築に踏み切ったものの、 敷地が狭かったため観音寺を高原殿の地蔵堂と合併し、堂の前をい転、役場の位置も県道沿いの横道に移すなどして、どうにか校舎を増築した。移転は昭和に入ったことで、さらに児童が増えたことにあった。児童数増加により、増築問題に直面したのだが、敷地が足りなく困難を極めた。移転前の土地付近の農家を移転すると建設費が多大になる。一方、 他に移転する場所もない。このことから、農会転派と公社移転派の意見で、村が2分した。公社移転にする場合は、農家の移転費用が不要で見積もり額の半分ほどで、住むことから、公社移転派の内々で合議を行い、農会転派に相談せずに当時女谷村に住んでいなかった、布施商兵士の宅地を懇願することとした。そして、 柏崎市西本町に在住していた、伏せ貞雄氏に混成すると、同氏は快諾。さらに、静か園も寄付した。同園は6日かけ5人の庭師が手入れをし、以降の管理費として500円寄付。また、学校用施策地として、裏地の2貫も寄付。管理費は、学校貯金され、当分利子で庭園の手入れが行われた。あやこいは女、谷村の高原殿。 下津地区に伝わる芸能であり、国指定重要無形民族文化財に指定されている。昭和42年、有志により女谷の天狗松の地を利用し会場。年々整備が進みゲレンデの広さは6万平方メートルほど。またスロープの安全性に定評があり、初級、中級向けで、ファミリー向けのスキー場だった。さらに、県内でも、有数の豪雪地帯であったため、 雪解けが遅く12月から3月末まで取りっちが良い地域年は比較的長い期間利用できるのも特徴の一つであった。会場当初のまだ休憩所がない段階では、宇川中学校の体育館を借りて時折豚汁を提供し、利用者にアンケートを実施して利便性の向上を図っていた。昭和44年2月16日には、米邦スキークラブ会長の協力のもと、 1> 第1回市民スキー学校が天狗松スロープで開催された。当日には市長等が出席していた。また、同年3月2日の第2回スキー教室には、元オリンピック選手で新潟県スキー連盟顧問でもある上石岩尾氏が出席した。当初は有志で会場されたスキー場であったが、昭和44年に活発に活動したことが関係してか、 橋崎市に正式にスキー場を設置する交渉を開始。結果、宇川わ全個加入が望ましいとの返答を受け、全個加入で宇川観光協会を設立して、そこに宇川スキー場専門部を置くこととなった。7月28日には、観光協会創立総会が行われ、規約制定し施行された。そして、 同年の12月25日には満を持して第1回スキー場開きが行われた。その際、コロからの示唆によりスキー場開きには名士が集まるであろうから土地意味の狸汁を振る舞うこととなった。以来、狸汁の提供は長く続いた。昭和45年10月25日には第1回ウカーチ区民スキー大会が開催されるなど活発に活動するとと,ともに 設備拡充も進んだ。同年10.11月には、長さ100メートルのロープ塔や休憩所が完成し、設置された。休憩所には、食堂や売店、貸しスキー室などが設けられた。また、同時期に案内板を、柏崎駅など各所に設置した。翌年の46年には1400平方メートル、収容台数70台の駐車場が整備され、 市内の医師の寄付によりナイター設備が完成。そのため、土曜から月曜日までと祝日は夜間も滑れた。昭和49年にはミニジャンプ台も併設された。しかし、スキー客の近郊への流出や設備の老朽化により利用者が減少。30年で合計18万人が訪れ、ピーク時には1シーズン8000人の来場者を記録した。 浮川スキー場は1999年に30年の歴史に幕を閉じ閉鎖した。猪俣時時あや子舞育成の最長老。第二次世界大戦時に一時は途絶えていた、あや子舞を小高橋時中氏などが尽力し復活させ、発祥の地である高原伝村久ク元の最長老指導者として、あや子舞保存と育成に尽力し、生涯を全うした。 綾子コの文化的価値は、県や国から無形文化財の指定を受けるなどして、世に認知される一方、部落の過疎化により、綾子コの保存は極めて困難であった。高齢になっても尽力する功労に対して、多くの表彰を受けている。1970年に、柏崎市長、1977年には、県文化財保存連盟会長から表彰を受けている。去年89歳。 不正衛進県立がんセンター元委員長。大正5年、女谷で誕生。新潟医科大学卒。大学卒業後は、同医局や同大学講師を経験した後、県立がん、センター入所。1959年には、新潟市医師会の理事に選出。1982年に退職するまでに、小児会長、副院長、院長を歴任。また、 がん医療に尽力したとして1986年には、君4等髄法賞を受賞。久瀬富春綾子前保存会副会長。君7等青色東洋賞受賞者。昭和24年に、柏崎土木派遣所に道路講師として採用されて、以来、定年退職するまでの33年間剣道の補修に、務めとして1985年に受賞。また、 仕事以外の時間は、綾子前の伝承に時間を割き、日比谷公会堂の全国芸能祭、日本青年会館での民族芸能大会、国立劇場などの大舞台で、中心人物として活躍。その活動も認められ、1989年には、柏崎日報復刊40周年記念社会、文化功労検証者5人の一人に選出された。黒姫神社の追いすぎ。 静か園太さ7立方メートル0センチメートル、樹高約40メートルの杉で樹齢800年と言われている。主観は伸びず、傘型に枝が伸びているのが特徴で、地元民からは大杉さんと呼ばれている。市の天然記念物の指定を受けている。ありがとうございます。